始まるよ。はい、こんにちは、ポナヨです。帰ってきた名探偵ピカチュウ、続きからやっていきたいと思います。さあ、いろいろ証拠を集めてたわけですけど、このままあれかな、警官に聞きに行こうってなってるから、ここに入ったらいいのかな。あ、びっくりマークだ、びっくりマーク。話そう、話したと思ってたら入ってたでござる入ってたでござる。さあ聞いてみよう。よし、行けた。事件が多いので気をつけてくださいね。少し話を聞きたいんですけども、保護について。ポケモン保護の仕事をしている方を探しているんです。私はポケモン保護の担当ではありません。この警察署の警備をしなくてはいけませんからね。私たちポケモン保護を担当している人の話を聞きたいんですが、でしたら警察署の裏の駐車場の二人に聞くといいと思いますよ。ありがとう。これかな、この二人かな。聞いてみよう。事件があったら頼ってくださいね。それが警察の仕事ですから。すみません、お聞きしたいことがあるんですけど。私にですか？お答えできることならお答えしますよ。こんな警察官の人いるんだ。やる気に満ち溢れている。僕も保護について。その通りです。だって今はポケモン有効習慣ですから、特に気をつけています。ポケモン有効習慣、最近浜田市長がアピールしていますね。有効なのかどうか分かんないよね、取り締まりってねポケモン有効期中間は2年前のある事件をきっかけにできたものです。なんと人間とポケモンが共に生き平和に暮らすという理想、その平和を守るために私たち警官が頑張っています。まあ平和に生きなきゃいけないのは確かだね。レイチェルも困ってんじゃんそうなんですね。頼もしいです。事件が起きたらすぐ駆けつけますから安心してくださいね。最近の技術はすごいんですよ。監視カメラが事件を見逃しませんから。そんなにすごいカメラなんですか？はい、最近は全ての事件で決定的瞬間をカメラで捉えてるんです。そんなことができるか。街に監視カメラ、それ全部見れないの？ティムが全ての事件で。それはすごいけどなんだか不思議、偶然が重なったのかな。監視カメラはそんなにたくさんはありませんけど性能がいいんでしょうね。疑問を持って、疑問を持つんだ。急にポケモン保護の仕事が増えてびっくりしちゃうね。まさにそのポケモン保護についてお話を聞きたいんですが。おっと、変わった人だね。変わってないよ。うん、最近ポケモンの保護ばかり。本当は保護局が全部やってくれるといいんだけど。あー、保護局が新しい組織で人が足りないから私たち警官に仕事が回ってきてる。警察は警察で忙しいのに大変ですね。いや、そうでもないよ。表向きは警察の手が回らなくって、保護局が設立されたとなってるけど、ここだけの話、警察はそれほど忙しいわけではなかったんだ。どういうことでしょうか、これはこれはどういうこと。保護局の設立には市長の意向が反映されてるんだと思うよ。ただ当たり前だけど人間とポケモンでは勝手が違うね。ポケモンの個性は本当に幅広いですもんね。うん、その通り、いろいろな事態に対応しなきゃいけない。大変なこともあるけど市長や保護局の方針だから仕方ないね。仕方ないで済ませられるのか、推理しよう。推理を始める。ポケモン保護局は何をしているのか。これか、忙しくて適当な操作をしている。これだね。そしたら、あ、違うんだ。違った、うん、違ったね。ちゃんと読めてなかったんか、文章の意味が分かってなかったんだ。じゃあこっちだ。よし間違えた。モルペコ、ベロバー、インテリオン、それとピカチュウ、たくさんのポケモンがいろんな場所で保護されていて、それが少ない監視カメラで全て撮影されているなんて、そうね、不自然すぎるわ。そうだよ、不自然。しかも監視カメラには事件の決定的瞬間が映っているなんて、どう考えてもおかしい。もしかして保護局は自分たちで事件を起こして撮影もしたんじゃ。その可能性が出てきたね。メタモンだよ、メタモン。
デンデレン。僕は今までピカチュウがもう一匹いると思っていたけど、考え直した方がいいかもしれないな。どういうこと？たくさんのポケモンがこの短期間に多くの事件を起こし保護されている。しかも犯行の決定的瞬間が全て監視カメラに映っているという話だ。これ警察官の人に丸聞こえじゃない、ここで会議してたら。事件を起こしたポケモンたちの替え玉をそれぞれ用意するより、いろんなポケモンになりすませる一匹のポケモン、そのポケモンさえいれば、そうね、そんなポケモンがいるならこの短期間にたくさんの事件が起きた説明もつくわ。メタモンだよ、メタモン。探すべきはなりすましができるポケモンで、メタモン。うん、聞き込みを続けよう。へえ、メタモンどこにいるんだ。王局が自分たちで事件を起こすにしても、実際の犯行はポケモンのはず。ポケモンのパートナーさんたちはみんな口を揃えて普段のポケモンらしくない行動だって言ってたわ。保護されたポケモンとは別に事件を起こしたポケモンがいる。そうとしか考えられないな。なりすましができるポケモン探さなきゃね。もう街の人たちの話を聞こう。さっきもこれ言ってたじゃん。どう？捕まったって言ってなかった？メタモン。どう探すんだろう。なんか話しようとしてる。あ、こう増えてる選択肢が。あ、メタモンパートナーにしてるおばあさんに出会ったことがあるよ。なんだって？2番街に住んでいる。おばあさん？この中入る？現場検証だって。ここじゃないんだ。見なかったことにする、あの人は。かわいいなぁ。いや、それよりも、おばあさん、おばあさん、おばあさん。おばあさん、この人も、てんてんてん。え？あ、メタモンちゃんだって。なんだろう、誰かを呼んでる。メタモンちゃん、はぁ、どこ行ったのかね。ね、メタモンのパートナーじゃない？奥の広場から聞こえてきたみたいで行ってみよう。どのおばあちゃんだろう。お姉さんだった。じゃあこの人かな。あの、こんにちは、少しお話をいいですか。え、いいですよ、寂しさが紛れてありがたいです。この人だ。どうしたんですか。実はうちのメタモンちゃんが少し前にいなくなっちゃって、さっき聞こえた声はあなただったんですね。ずっと探しているのに見つからないんですよ。もう心配で心配で、早く見つかるといいですね。慰めてくれてありがとう。またメタモンちゃんに会いたいわ。メタモンちゃんは変身していろんなものになって遊ぶんですよ。ただあの子変身がうまくなくてね、目で見たところしか再現できないんです。へえ、どういうことだろう。形がちょっとおかしくなっちゃって、そこはまた可愛くてね、裏側ができないとかそういうことかな。おばあちゃんかわいそうだった。メタモンが少し前からいなくなってるって言ってたね。まさか事件に巻き込まれてるんじゃ。だって探してるポケモンと特徴がある合うし、うん、その可能性はあると思う。確かめる方法はないかな。そうだ、ピカチュウだ。そろそろ面会できるはずなんだ。そこでピカチュウに相談じゃなくて話を、そのとにかく様子を見に行こう。その面会ってパートナーじゃない私がついて行っても大丈夫？うん、まだないと思うよ。一緒に行こう。ピカチュウに会いに行こう。面会できるかな？面会されますか？はい。それではご案内します。ここが面会室でね、ちょっと緊張する。そっか、レイチェルは初めてだもんね。あ、どうしたの、ティム。いや、なんでもないけど、レイチェル、ちょっと待ってて。どうしよう、僕がピカチュウと話せることはずっと秘密にしてきたけど、ここでピカチュウと話すと、さすがにレイチェルは変に思うはずだ。今後一緒に事件を調べるために持ち明けるしかないか。ティム、大丈夫？思い詰めたみたいな顔してるけど。カクカクしかじか。レイチェル、聞いてほしいことがあるんだ。どうしたの？そんなに改まって。きっと信じてもらえないと思うんだけど、僕はピカチュウの言葉がわかるんだ。てん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 。
こんなこと言い出されるとそれは驚くよね。別に信じてくれなくてもいいんだよ。でもすごい、わあ、レイチェルはバカにしないいい子だ。すごいよティム、ポケモンと話せるなんて羨ましい。そうか、ピカチュウと推理してるって話、本当に文字通りのことだったのね。一体どうやって話せるようになったの？自分でもわからないんだけど、なぜかピカチュウの言葉だけ聞こえるんだよ。他のポケモンの言葉は聞こえないからピカチュウに通訳してもらってる。へえ、ピカチュウ賢いんだね。ピカチュウの言葉だけわかるのは強い信頼感のおかげかな。初対面の頃から喋れたんだけど、最初から気持ちが通じ合うところがあったんじゃない？そうなのかな。信頼感っていうならレイチェルだってすごいと思ってるよ。ポケモンのことをよく勉強してるし、思いやりもあるし。ありがとう、そう言ってもらえると嬉しいな。私ずっとずっと思ってたんだ、もっとポケモンと分かり合いたいって。そんなに長い間？私ね、小さい頃にポケモンに助けられたことがあるの。もうどんなことがあったんだ？バンブーストリートの竹林で迷子になった時、リングマに助けてもらったの。へえ、リングマが？怖そうなのにね。ええ、寒さと心細さで泣いていた私を優しく寄り添って守ってくれた。あのリングマは私の気持ちを感じ取って助けてくれた。だからポケモンと人間、心を通じ合わせることができると思うの。ママからもそう教わった。心を通じ合わせる、いい言葉だね。うん。今でもはっきりと覚えてるわ。だけどあれ、そのママはパパになんて言ってんのよ。このポケモン習慣のこと。あの時リングマと私は確かに心が通じ合った。それをママとパパに伝えたら二人とも言ったわ。もともとポケモンと人間はそういう関係だって。なのにパパは変わってしまった。パパだけ変わっちゃったのか。何の罪もないポケモンたちの管理を始めようとするなんて、レイチェルの気持ちよくわかるよ。ありがとうティム。なるほど。話せるのかな？ X が、もう X が反応してたけど違った。まだか。え、私は言葉を聞けないけど姿を見るだけでも安心できそう。そうだね、僕も昨日面会できた時そうだったよ。あ、ピカチュウ来た。ティムの推理に進展はあったかな？よ、ティム来てくれて嬉しいぞ。ピカチュウも無事みたいでよかった。それにレイチェルも来てくれたのか。おい、大丈夫かティム、俺たちが話してるところ見られて。それなんだけど、レイチェルにはさっき打ち明けたんだ、僕とピカチュウが話せること。ずいぶん思い切ったことをしたな。信じてくれたのか。うん、むしろ羨ましいって言ってたよ。あはは、そりゃよかった、レイチェルは変わった子だな。いい子だよ、いい子。とはいえ警官がいるから、どちらにせよ話すときは小声でな。大丈夫、わかってるよ。よし、じゃあ本題に入るが、ティムに報告したいことがあるんだ。部屋にいるポケモンたちの協力が得られてな、警察署の中のいろんな場所を見られるようになったぞ。素晴らしい。仲良くなれてよかったね。仲良し講師ってわけじゃないんだが、まあそれはいいさ。他にも話したいことがあるんだ。情報共有といこう。お、噴水広場の事件の犯行写真を見つけたんだ。これを見てくれ。ピカチュウが写ってる。念のためが俺じゃないぞ、真犯人のピカチュウだ。真似できないところがあるって言ってたけどさ、さっきのメタも。どこが真似できてないんだろう。見たまんまだけって言ってたけど。難しいね。写真じゃわかんない。どこかの誰かが俺に罪をかぶせるために用意したんだろうな。これが俺じゃないのは明らかだろ。うん、ここにあるはずの背中の模様がないからね。はぁー。そういうところができないんだ。なるほど。あ、それに背中の機械も気になるな。今俺がつけてるものと同じものがこいつにもついている。その当時にもピカチュウにはついてなかったっていうことだもんね。なるほどなるほど。昨日街で聞き込みをしてみたよ。目撃証言から推理するとポケモンをおとなしくさせる効果があると思うんだ。暴れるのを防ぐ機能ってわけか。もう一匹のピカチュウの行方、行方は分からなかった。足跡はあったけど途切れていて。そっか、
ごめんね、ピカチュウの無実を証明できなくて。おい、謝るなよ。ティムが頑張ってるの分かってるさ。見つけられなかったものはしょうがない。大事なのは次にどうするかだ。それなんだけど、ピカチュウの替え玉、つまりピカチュウになりすましたポケモンがいる可能性を考えているんだ。なるほどな、ティム、面白い発想だ。警察署内のポケモンについて、ところでピカチュウに協力してくれるのはどんなポケモン？何匹かいるが一番頼りになるのはレントラーだな。気難しいやつだが、投手能力と強い電気技が使える。これ強い電気技が入るんだね、ノートに。投手は便利そうだね。そして強い電気技、言っておくがレントラーは犯人じゃないと思うぜ。もしあいつが犯人なら保護局が俺を捕まえる必要はないからな。言われてみればそうか、それもそうだね。そうそう、レントラーからティムに伝言があったんだ。僕に伝言？レントラーは外にいる友達のグライナの様子を知りたがっている。どうもグライナと喧嘩をしたらしくてな、その後のことを気にしていた。グライナは2番街にいることが多いらしい。見なかったけどね、今まで。わかった、グライナを見つけたら様子を報告するよ。頼んだぞ、ティム。これだけか、メタモンの話は共有しないの？おう。それで俺になりすましたポケモンの目星はもうついてるのか？可能性は考えてる。改めて推理してみるよ。推理しよう。もう推理しよう。推理を始める。うん。犯人のポケモンはメタモンだよ、メタモン。なるほど、メタモンか。メタモンなら俺になりすませるな。メタモンは目で見たところだけを再現するってパートナーの人が言ってた。背中の模様が違ったのはきっとそのせいじゃないかな。だがここの保護室は全て見回ったが、メタモンはいなかったぞ。それはおかしいね。保護されたのに保護室にいないなんて。保護室にいないとなると別の部屋を探してみる必要があるな。特別待遇されてるんじゃない？自分たちが使うから。でんでるるん。保護局と警察がメタモンを利用しているのだとすると、奴らが悪巧みをしているってことになるな。そっか。どうしたんだ、ティム。町を調べている時に何とかブラッドさんを見かけたんだ。もう調べ終えたはずの現場を調べているみたいなんだけど、なんだか怪しいな。あまりブラッドさんを疑いたくないけど気になっちゃうんだ。ブラッドさんはね、違うと思うよ。ブラッドはいけすかないやつだが、なんだかんだもう2年の付き合いだ。疑うのは辛いところだが、ブラッドのことを調べるんだ、ティム。やっぱりブラッドなのかな。でもティム、お前は探偵だろ。真実を知るために調べるんだ。ブラッドを貶めるためじゃない。そうだね、分かって。それと四角い機械のこともだ。ポケモンをおとなしくさせる機能があるのは分かった。だがそれだけでは説明がつかないぞ。そうだね、撮影されたピカチュウはヤドン像を壊してる。機械には別の機能があるのかもしれない。操れるんだよ、きっと。さあ、新しいのが出てきた。ブラッドさんのこと。他の警官と町の人の評判で、四角い機械の機能。機械をつけられたポケモン見た人から話を聞くんだ。了解。もう一回ピカチュウに話せる。あ、名残惜しいがここまでか。町での調査頼んだぞ、ピカチュウ。う、これはクソ。ほら、背中が、ほら、背中がピコンピコン言ってる。昨日と同じだ。記憶がなくなる時の感覚だ。体が勝手に動いちまう。その四角いやつ、ピカチュウ、ティム、四角いやつをよく見るんだ。言っちゃった。ピカチュウは大丈夫なの？今の歩き方普通じゃなかったけど。前の面会でも同じ状態になったんだ。心配だな。午後2日目、夜、ティム。僕たちがこれからやることは2つ。まずブラッドさんを探すこと、そして四角い機械の機能について調べること。ブラッドさんって広場で見かけた人っていうものを知り合いなんだよね。もしこの事件で対立することになったら辛いよね。確かに少し怖いけど、まだそうと決まったわけじゃないし、真相を突き止めることだけを考えて調べるよ。ピカチュウから言われたんだ。警察署の中にいるレントラーの友達グライナを探せだってね。うん、
そんな話もしてたんだね。私にはピカピカとしか聞こえなかった。それが普通で、まあ僕がおかしいんだよね。おかしいなんて言い方よくないよ。素晴らしい個性でしょ。素晴らしいレイチェル。そうだね、ありがとうレイチェル。話せること打ち明けてよかったよ。やりやすくなったよねこれでね。あーと安定さんたち、あすみませんこんなところで話し込んじゃって。いやいいんですよ。それよりさっきブラッドさんの話をしていましたか。ご相談したいことがありまして。ブラッドさんはさっき通報を受けて2番街の方に向かいましたよ。本当ですか、教えてくださってありがとうございます。じゃあ目的地は2番街だね。ブラッドさんの話を聞きに行こう。この人に話聞いてみる。見てごらん、うちの怪力惚れ惚れするボディだろ。すごいマッチョ。確かにとてつもなく力が強そうですね。それだけ？それだけなのかい？あそこにいるじゃん、奥にほら。何があったんですか？気が立っているポケモンがいるにはしばらくそっとしておいた方がいいわね。どうするって、ミケージさんもこっちに来たって話だけど、ブラッドさんはきっとこの先にいると思う。ポケモンが気になるけど進んでみよう。お、あ、グラエナじゃないか。さてこのポケモンきちんと保護する必要があるな。ブラッドさんだ、ポケモン保護するところみたい。グラエナだ。グライナだわ。ねえティム、グライナってピカチュウから聞いていたポケモンだ。レントラーの友達のグライナ。おっと名探偵くんか、邪魔をしないで見ていたまえ。このグライナは住人の通行を邪魔している。それに以前グライナはここでレントラーと喧嘩をして騒ぎを起こした。誰もが見てもわかる危険なポケモンだ。保護して落ち着かせてやらないといけないんだよ。待ってくださいブラッドさん、君は確か市長の娘さんだったかな。そうです、ハワードの娘レイチェルです。権力を使ってこブラッドさん、グライナをよく見てください。あの子は怪我をしています。ゴー、だから連れていく前に手当てを。グライナがかわいそうです。私が警察署に連れて行ってから手当てをする。それでどうかね。いいえ譲れません、私たちがここで手当てをします。君たちが、それは立派なことだティム。ポケモンの力を借りよう。でも手当てができるポケモンなんている？これから探すの、きっと町にいるはずだから。例えばラッキーとかタブンネとかイエスさんとか。わかった、町を回って探してみよう。タブンネ いなかったっけ。いなかったかな。この子は何？イエスさん。あ、イエスさんだ。さっき言ってたね、イエスさんって。イエスさん、イエスさんが言ってやって。ちょっとちょっと、何かね、あんたたち実は怪我をしているポケモンがいるんです。イエスさんの力を貸してください。なるほど、そういう事情かい。分かったよ、困った時は助け合い、それが大事だからの。イエスさん言っておいで、力を貸しておやり。イエスさん、ありがとうございます。こっちに来てイエスさん。イエスさん、すごい。元気になった。グライナの怪我は良くなったようだ。完治ではないが十分だろう。手当ては済んだ。これで満足かな、レイチェルさん。手当ての間待っていてくださってありがとうございました。ブラッドさん、グライナを連れていく前に少しお話があります。なんだね、名探偵くん。警察のポケモン保護には不審な点があります。すべての事件が監視カメラに映っていた。これはあまりに不自然です。きっとブラッドさんは気づいているんですよね。無実のポケモンたちが罪を着せられています。僕のピカチュウもそうですし、他にも。君は監視カメラに対して疑念を持っているのか。しかし映された証拠は揺るぎない証拠なんだ。それとも名探偵君は誰かが仕組んだという証拠を見つけたのかな。いいえ、まだ証拠はありません。ならばグライナーを連れていくしかない。これが私の仕事だ。連れて行け。はい、グライナーを保護します。グライナ大丈夫かな。警察署にはピカチュウたちもいる。きっと大丈夫だろう。でも悔しいな、ブラッドさんを止めることができなかった。く、証拠さえあれば。なんとかして証拠を手に入れないと。あ、よかった、グライナがおとなしくなってくれて。これで安心して道を通れるわね。ネイティブ、今ならあの人たちの話も聞けそうだよ。そうだね、話を聞いてみよう。さっきはグライナ落ち着かせてくれて助かったわ。いえいえ、そんな。少しお話を伺ってもよろしいでしょうか。あら、どんなご用？
四角い機械についてポケモンが保護されている時に使われる四角い機械を知っていますか？もしかしてポケモンの背中にくっつけるやつかしら？あの機械光って目立つからついつい見ちゃうのよね。ついつい見ちゃうってこと？いっぱい知ってるってこと？背中を光らせるなんてバルビーとエルミーゼみたいですね。あとポケモンたちは機械をつけられるのを嫌がってるみたいだったわね。嫌がっている？ポケモンが手足をバタバタさせて暴れているところを見たのよ。なんと。これで機械のことが終わった。ブラッドさんについて、今の刑事さんブラッドさんっていうんですがご存知ですか？知らないけど濃く人だったわね。かっこいいで終わっちゃったね。そうね、あんな人が警察にいたなんて意外だわ。そうですか。この人たちからブラッドさんについての情報はイケメンだけでした。ね、この後はどうするの？ティム、ブラッドさんから直接話を聞くのは今日はもう難しそうだね。他の人から話を聞いてみよう。幸いまだ人通りがあるし、ブラッドさんと四角い機械のこと何かわかるといいね。なんだ、青い、びっくり。もうボールが乗ってしまった。空飛んで建物を登るのが得意なポケモン。了解。この人とかなんだ、また青い。はあ、どうしよう、どうかしましたか？いつも噴水広場を抜けて裏路地の家に帰ってるんだけど、噴水広場を歩いてると不気味な謎の声が聞こえるの。謎の声、振り返ってみても声の主はわからないの。いやーん、とはいっても原因がわからないで怖くて取れないわ。ライムシティのお化け事件、早くあの道を通れるようにして。噴水広場、なんかいっぱい出てきたな。この人またびっくりマーク復活してる。その後の様子について、今日はその後変わったことはありませんでしたか？何もないよ。何もないか。警察の人に迷惑かけてないか心配だよ。あいつは元気すぎるんだ。おとなしく過ごして早く出てきてほしいよ。出てこれるんか？ブラッドさん知ってますか？背の高い男の人です。ベロバルについて教えてくれって。鍵回ってるってことか？いたずらが好きなこととか、光るものが好きなこととかね。ブラッドさん、俺の話を真剣に聞いてくれたね。ただ、何のために聞きに来たのかはよくわからなかったけど。なるほど。改めてご協力ありがとうございます。ブラッドさん、すでに保護されているベロバルについて調べていた。ブラッドさん、何をしてるんだろう。ブラッドさんも、裏を取ってるんだと思うよ。裏を取ってるんだと思う。もしかしてさ、登れんじゃない？屋根の上。違った。屋根の上登れるんじゃない？かわいい。相変わらずライムシティの一般も元気いっぱいに。木登りが得意で、おじさんのボール取ってもらえないかな。それ目安かも。お願いします。屋根の上に落ちたボールを取ってきて。エッパ頼むよ。エッパ、君にしかできないんだ。エッパ、よし、私たちも行こう。ちゃんとボールを取ってくれてるといいな。おう、君たちはさっきの聞いてくれ。あとエッパムが現れてボールを取ってくれたんだ。よかった、ちゃんと助けてくれたんですね。やはり君たちが呼んできてくれたのか。おかげでうちの子も喜ぶ。助かったよ。うちの子にもよく注意しておかないとな。すごい腕力だよね。だけど屋根の上まで飛ばせんだから、まああんまり強く言わなくていいんじゃないですか。そうだって、未来は野球選手なのかもしんないから。それよりエッパムもボールで遊びたがっているように見えますよ。エッパ、うちの子の新しい友達になってくれるのか、きっと喜ぶぞ。エッパ、いいねいいね、友達ができてよかったね。エッパム、よし、いけた。パートナーの人たちに聞き回ればいいってことかな。
先ほどはご協力ありがとうございました。またお話よろしいですか。僕のモルペコのこと、もう話せることは話しちゃう。いえ、今回別の話です。その後の様子、うん、特にはない。ショックで何もする気が起きなかったよ。警察署には行ってみましたか。モルペコと面会できるかも。ああ、それ思いつかなかったな。明日にでも行ってみようかな。行った方がいいよ、面会。ブラッドさんのこと知ってますか。さっき会ったところ。へえ、モルペコの特性について詳しく聞きたいって言われたんだ。ほら、同じこと嗅ぎ回ってるじゃん。お腹が減ると姿やオーラ車のタイプが変わるってことを説明して、もしかしたらブラッドさんも私たちと同じことに気づいたのかな。お腹が減ってるのに電気タイプのオーラ車を出すのは不自然だって。そうだとするとブラッドさんの目的は一体何だったんだ。何なんだろうね。こちら側じゃないのかい。あの、そしてインテリオンのパートナー、その後の様子について、今日はその後変わったことはありませんでしたか。まだインテレオンは戻ってきてませんよね。あ、そうですね。まだ警察署にいると思います。インテレオンがいなくなってお店が寂しくなってしまいました。心なしかお花たちもしょんぼりしている気がします。あるだろうね。植物はね、出るって言うもんね。感情が外にね。いつもインテレオンが、熱心にお世話をしてくれていたから、早く戻ってくるといいですね。ブラッドさんについて、警察のブラッドさんという人を知ってますか。さっきここに来た。本当ですか。何をしに来たんでしょう。あなたと同じでしたよ。インテリオンが荒らした花を調べていました。一緒のことしてる。よく聞き取れませんですけど、何かブツブツとつぶやいてましたね。危ない人みたいになってるけど噴水広場でもそうだったけど、ブラッドさんは現場によく来るのね。足を動かすタイプの警察の人なのかな。一体何なんだろう。あれ、これだけかと思ったけど、まだあるのかな。あの、あ、この人にも聞ける。街の様子、うん、保護室がいっぱいになってしまいます。ブラッドさんについて、うん、何の用だったんですか。ピカチュウの事件について思い出したことがあったんです。それで捜査に協力したいと思って、うん、四角い機械、うん、管理用のタグ、機能はよく知りませんが不思議なタグでしてね。あれをつけるとポケモンたちが自分から警戒についてくる、来てくれるんです。警察の人からしたらもう便利アイテムなんだろうね。暴れるようなことがなくなったので安全になりましたよ。推理しよう。さあ、ここで推理。2箇所推理を始める。四角い機械の正体は一体何なのか考えてみよう。目立たせる、暴れさせる、これだね。操る。よし、もしかしたらあの機械にはポケモンを操る機能があるのかもしれない。そんなことが、もちろんまだ証拠はないけど、今までの証言からそう推理できるんだ。それじゃメタモンは無理やり言うことを聞かされているってことになる。なんてこと。ほんとひどい話だよね。ダンダララン。四角い機械でポケモンを操れるとしたら何か指示を出す方法。本当だね。指示がね、直接話しかけてた。そうだね、他の方法があるとも思えないし、でも指示を出しているところを見た人がいるかどうか。あのラジオのあの音が嫌いとかって言ってたけどね、それに近いのかな。うん。で、ブラッドさんについて、独自に事件を調べている。これでいいの？よし、これしか出てないけどブラッドさんがメタモンに指示した犯人なら保護が終わった後に聞き込みなんてしてない。じゃあブラッドさんは私たちと同じように事件の調査をしていただけ。そうだと思う。これでいけた。うん、ルンテルルン。よし、ブラッドさんが犯人じゃないと分かったし、メタモンのこともある。早くピカチュウに伝えないと。もう夜だけど面会できるの。受付の警察官は1日2回面会できると言ってた。警察署が開いてるなら大丈夫だと思う。
はい、ということで今回ここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録、コメント等で応援よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いできたら嬉しいです。ぽなよでした。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。